先月、新型コロナウイルスに感染し、療養していた大崎市の伊藤泰市長が、市役所での公務に復帰しました伊藤市長は先月20日、新型コロナウイルスへの感染が確認され、指定医療機関に入院し、退院後は自宅で公務に当たっていました。また、た伊藤市市市長長長長とと東京や会合などのののの際に接触のあった県内の市長と町長のうち2人が感染、

関係がそれほどまめでなくなったことは、振り返ってみますとです、ね、まあ、現にあったり、向かいとはパーテーションがあっても、まあ、隣,隣とはです、ね、パーテーションがそのなかったりその、いろんな要因がこう今になると思い当たることはあります伊藤市長は当面の間、県境をまたぐ公務は電話やオンラインで対応するほか、 会食への参加も控える考えです。